あなたの笑顔が幸せな恋愛に進展していくから。どうも、恋愛クリニック恋愛ドクターの秋山拓司です。今日は学生時代、どちらかというと恋愛経験の少ない女性の方に、社会に出てから恋愛がうまくいくために大切なたった一つのポイントということでお話ししていくんで、ね、ぜひ最後まで動画見てね。これとても大切なところだから。で、学生時代って人気のある女の子ってどちらかというとこう活発でね、クラブで言ったらバスケやってたりとかテニスやってたりとか、ね、まあバレエやってたりとか、なんかそんな子がやっぱ人気あったりとか目立ってることがね、と思うんだけど、まあ男子もね、そうだもんね。なんかサッカーとか野球とかバスケとかやってる子ってやっぱ人気あって、でイケメンでね、スポーツマンとかってやっぱ人気あったと思うんだけど、で女性も、とにかく可愛い子ってやっぱ人気あったよね。でなんかそういうグループとかあって、男子から見たらちょっとね、女子のああいう人間関係とかってなんか難しそうだなとかって思ってたりとかするんだけど、学生時代の恋愛と社会に出てからの恋愛って全く違うかって言ったら、まあ違う部分もあるけど、結構大切なポイントっていうところは共通してる部分があるんだよね。マイナビウーマンで女性にアンケートしてた結果があって、学生時代の恋愛と社会に出てからの恋愛って違いますか、違うと思いますかっていうアンケートに、まあ 80% 約 80% の女性は違うよって、学生時代と社会に出てからの恋愛は違うよ、ね、まあ、どんなところが違うのかっていうと、まあ、書いてたのがやっぱりその恋人を選ぶ基準が変わったっていうのであったりとか、恋愛で使える時間が変わったとかね、恋愛にシビアになったって、出会いを作る機会ってどんどん減っていくからね。職場でやっぱり出会いがなかったりしたら、なかなかやっぱ男性との関係ってやっぱ進展していかないと思うんでね。で僕も、結婚相談所ではね、3000名以上の独身男女の出会いの場作り、婚活パーティーの、運営なんかもしてて、そこでもこれ大切になってくる、もう学生時代でもそうだし、社会に出てからもそうだし、ね、恋愛に進展していくために大切な女性のポイントってあって、話しかけやすさ。話しかけやすい女性は恋愛にやっぱ進展 しやすい。そんな時に恋愛を進展していくためにいいなとかね、気に入ったなっていう男性と、その恋愛に進展していくために大切なポイントっていうのを5つのステップでお話しするね。まず1つはやっぱりね、笑顔でいることなんだよね。話しかけやすいのにはやっぱり笑顔でいることって、これ笑顔の意識って本当に大切で、いきなり気になる男性と話すのとか、目を合わせてね挨拶するのとか緊張したりとかするのすごいわかるから、まずはね、身近にいない話しかけやすい男性とか、やっぱ話す練習をするのってめっちゃ大切だこれ。で2つ目が、その自分からね、やっぱその慣れてきたら今度話しかけてみる、自分からもその気になる男性に話しかけてみるっていうのをこう挑戦してみて、でその時に話す内容としては、相手がやっぱり話したい、その相手軸の話をやっぱ引き出すっていうのが結構大切で、相手が今ね、自慢したいようなことを引き出したらいいんだよね。やっぱその仕事のこととか、その自分がその趣味のこととかね。いや、その時になんか最近ハマってることとか、なんか大切にしてることってありますかっていうなんか質問とかしたら、彼がやっぱりその興味あることを話し出すから、もうそれをやっぱり中心にこう引き出していく。そしてすごいですねって言って話をやっぱ盛り上げていってあげる。そしたら基本やっぱりその自分が話したいこと、その自分のね、認めてほしいっていうのはやっぱ男性もやっぱプライド高い男性やっぱ多いからね。3つ目が、その次にやっぱ連絡先の交換をこれ自然にやるっていうのがあるんだけど、その話の中で、彼が例えばね、なんか何々やってみたいなとか、好きな例えばお笑い芸人の話とか出たらね、そのお笑い芸人の面白い動画があるから、なんか今度ちょっと送るね、じゃあ LINE で送るから LINE のアドレス教えてとかって言って、自然にその連絡先を交換するっていう流れをこれ作っていく。4つ目が、なんか相談する。男性って頼まれたりしたらやっぱめちゃめちゃ嬉しいんだよね、頼られて。今ね、その4つの流れ言ったけど、
こでだいぶもう仲良くなってきてるからね、なかなか仲良くはなるけど女性として見られないんですとかね、恋人として進展しないんですっていうのもあるから、ここはやっぱりね女性らしさなんだよね。そうやってなるんであればやはり、男受けする雰囲気作りって大切なんだよね、例えばヘアスタイルとか服装とかね、男性受けするその女性の外見作りっていうことも心がけていく。そうなってるとね、もう5つ目のポイントっていうのは、あとは回数でだんだん進展していく。男性の方が気持ちの盛り上がりっていうのは早かったりとかするんだけど、感情、恋愛の感情の盛り上がりってね。で、女性はやっぱ徐々にっていうよね。で、そんな感じで、男性が、告白してくるか、ね、その男性との関係がやっぱすごく進展してるんだったら、ね、あなたから告白してあげるっていうのもありかもわからないよね。もう一番初めにも話したけど、笑顔でいるっていうことってめちゃめちゃこれ大切だよね。笑顔になるからこそ恋愛にやっぱ進展していきやすいんだよね。自分がやっぱ満たされること、自分が笑顔になれることっていうのを日々やってみるっていうことを一回ちょっとねチャレンジしてみて、あなたの笑顔が幸せな恋愛に進展していくから、ね、今日の話やってみるよとか、ためになったよっていう方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いね。幸せ応援してます。気ぃつけて、お大事に。